食を、飯を作るの。燃料が減らねえ。つまり1年経ったら現地の、いや外国は外国のタイミングじゃなくて同じタイミングで更新らしいから、なんか夜中の12時とかに更新のところもあるらしい。自衛隊が行ったの。行ったんだよ。で道路を直したんですか。建物もみんな直したんだ。直して期間が経ったら帰るわけな。帰った後にあの使ったブルートーザとか重機とかなんかは現地に置いていったわけ。わかった。現地に置いていって使ってくださいなんだよ。でも1年ごとになったら知ってか、ブルドーザーとか重機っていうのはそのまま使わないでほったらかしなの。つまり機械は壊れる。つまり何を言いたいかというと、援助のやり方としてそういうブルドーザーなんかって形をやってやるんであれば、現地の人たちにブルドーザーの使い方、動かし方を教えなきゃいけない。教えて初めて援助になる。だ単に羽を使ってやるだけじゃそれじゃいけない人だ、まあ、そういうふうな時のところでこうなってたね。まあこういうふうな形でね、で、ノルウェーじゃあそういうふうにカンボジアってのはそういう意味で、だからアンコールワットって非常に重要なので、国旗の真ん中にも置かない。アンコールワットを手を貸して。はい、まあそういうふうな形でね、だからどういうことかというと、欧米の国々っていうのは東南アジアのいろんな部分で、宗教的な部分になってるけど、わかった。フィリピンは